となんと新潟県に突入いたしました。おめでとうございます。パチパチ。もしかしてだけど、この右側に見えるのは日本海。柵が邪魔で見えない。なんていう事態だ。 Oh no。 でも多分そうだと思う。いや絶対そうだと思う。あれはあの光り輝く海は日本海だと思う。これ落ち着くよね。海ってなんか波の音聞いてるだけでリラックス効果っていうのかな、なんかフィーリング、あ、フィー、え、なんだっけ、え、フィーリング効果、あれフィーリングって合う、あれ違う、なんだっけ、ヒーリング効果か、そのままか、ヒーリング効果が、あると思うし。いやーいいね、波じゃないや、海。はい、ということでパパのお友達さんがもう一人加わって、5人で、千里浜の方まで向かうことになります。現在時刻が、4時半ですね。4時半で、本当は氷見の方まで行きたかったんですけど、ちょっと時間的に厳しそうなので氷見は今回は飛ばします、バスします。でこのまま順調に行けば5時半、まあ遅くても6時ぐらいには千里浜に到着する予定らしいので、まあ、このままゴールを目指して、もうね日もいい感じにちょっともう沈みかけてきてるんで、これはいい夕日が見れるんじゃないですか、もしかして。ということで頑張ります。あとちょっとです。ファイトです。頑張ります。イエーイ。さあ間もなくゴールでございます。よっと、今年の夕日は、おーわー今年も最高、ありがとう、うん、じゃあどこまで行く、おー今年のゴールの最高じゃないですか、よいしょ、到着。到着でございます。いやただいま去年行く続き、ただいまお疲れ様ああいいねこうやってバイバイ。でもこの時間いいね。去年は結構本当にもうすごいいいタイミングだったけど、このくらい明るいとちょっといろんな写真撮れるよね。まだ完全になんていうの、日が沈んでないから、いろいろと明るいうちにね撮れるし。よしこの辺、おーおー、チェリーだ、あーチェリーだ、この辺でいっか、とりあえずね。はい、ゴールのあれを送りましょう。ゴールのやつをこれです。じゃじゃん、ちょっと一回こうしてね、これです。オドメーター、じゃじゃん、17662、いくよ。あ、まだ送っちゃダメなんだっけこれ、わかんない、え、ちょっと待って、わかんない、ちょっとわかんないから、ちょっと待って、このままにしとくね。とりあえず切ります。さあ皆さん、今年の夕日ご覧ください。じゃーんじゃーんです、じゃーんって、なんかもう声が裏返しちゃった。いや眩しい、めっちゃいい、今年もすごい、なんか声枯れてんだけど、なんでやべえ、一人カラオケしたらバレる。いやすごい、今年もめっちゃ絶景やないですか、最高っすね。とりあえずスタンド、これは埋まりますね、多分無に、おら埋まるので、皆さんこういう時はあれです、ちょっと大丈夫かな、おー埋まっちゃうね、あの出番ですよ、行った行った。
下の出番です。ちょっと一回ブーツで飛行しておいて、よいしょ、このよいしょ、あーありがとうありがとう、せーの、あれよいしょよいしょ、えい、こいつの出番です。よいしょ、みんなはさ、これ持ってる人いるかな、こうやって、まあこう、よいしょよいしょあ、こんなもんでしょ。そしてこれはハンドルにつけておく、後で回収しやすいように。ということで今年も無事到着しました。チェリーさんお疲れー、チェリーさんお疲れー、よっしゃ、これが撮りたかった、これが撮りたかったんです、これが。かっこいいジェリータン、君かっこいいよ。なんかちょっとシルエット、なんていうの、バイクのシルエットだけになってる感じがすごいかっこいいよ。なんでうるさいな、イエーウェイウェイウェイ、なんで。あ、今年も父と娘で横浜から到着いたしました。はい、ありがとうチェリーさん、チェリーさんありがとうありがとう。ということで撮影タイムに入ります、どうぞ。ライダーでよかった、本当にライダーでよかった。この瞬間いつも思う、バイバーイ、バイクに乗っててよかったって、だから父には感謝してる、ありがとうって。よっしゃゴールだ、どこで見てんの、よっしゃパパ行きますか、おっしゃー、イエーイ、今年も無事ゴールでーす、イエーイイエーイイエーイ。バイバーイ、みんなありがとう、手が痛いでしょ、手が痛い、はーい、はーい、ありがとう、やっほー、イエーイ。いやーすごいっすな、ちょっとこの辺がダートになってきたんで、ちょっとねー、いいっすねー、さあちょっと危ないんでね、こっからはちゃんと両手で、あーボコボコですな、ここの辺道、さあここの坂が怖いんですよね、よっしゃ行くぞチェリーと、よいしょっと、あーし、去年と同様クリアでございます。さあ今年は明るいね、さて、お、あそこそうなんですよね、ここ教習所なんですよね、教習所に停めちゃいましょうか、じゃあね、はい、チェリーさんお疲れ様でした、長かったね、疲れたチェリーさんね、あ、すいません、ね、イエーイチェリーさんお疲れ。いいね、
年ぶりに来てよチェリーター、最高っすね。今年も穏やかで、いいね、雨に当たらず本当よかったよ。いやパパ今の気持ちどうですか？最高です。最高ですか？今年もいい酒飲めそうですか？2年連続天気がいいえ、最高です。 雨女と一緒でしたけど、雨降らずに、ねえ雨女とか言わないで、なんで雨女とか言わないでよ。はい、じゃあ受付に行きます。テントの番号と同じ番号のテントで受け付けてます。テントの上をご覧ください。テントと受付は赤いテント付近行ってください。はい、どうぞ。今年も参加賞をもらいました。じゃじゃーん、それもらえまして、じゃじゃーん、ピンバッジももらえました。かわいい紫色の、大事に大事に使います。ありがとう SSTR。そしておやすみなさい。またいい夕日、来年も見れますように。グッドラック。